手袋です。はい、今日はセレズニアなんですけども、こいつを使いたいなと思って作ってみました。トメラルの巨大戦車グラーツ8775、伝説のアーティファクトで、クリーチャー巨大戦車ですね。で、各戦闘で、あなたがコントロールしている全ての巨大戦車は可能ならば攻撃する方で、あなたがコントロールしている全ての巨大戦車は壁にはブロックされない。なるほど。で、あなたがコントロールしていて、これでない全てのクリーチャーは、基本のパワーとタフネスが合算になって、他のクリーチャータイプに加えて巨大戦車であると。なんで、こいつが出ると、まあ、平たく言うと全員合算になって巨大戦車になって、殴んないといけなくなるっていう、まあ、感じになりますと。いうところで、まあ、こいつ、アーティファクトというところで、まあ、こういうね、修復と充電とか、もちろんリアにできますよと。で、報復将来。でももちろん、まあ、パーマネントなんてリアにできますよと。で、まあ、対処放棄とかね、入れて、ここから出してもちょっと楽しいかなというところで入れてますという感じです。まあ、ちょっとファイモン2つとか入れて、まあ、最悪墓地行ってもね、リアにできるようにって感じですが、まあ、でも伝説もちょっと、アーティファクトなんで、まあ、出せるの1体になっちゃいますっていう感じではありますね。はい。で、まあ、序盤の温める3マナ行きまでの奴らはこの辺になってまして、まあ、古参兵は、普通にちょっとアグロとか出てきた時にちゃんとライフゲイン、対処放棄とか出しつつライフゲインとかしながらちょっと回していきたいなって感じで、で、まあ、ラフィーの密通者、まあ、ちょっとセレズニアでリアニって結構まあ、あんまりやらないと思うんで、ちょっと墓地に落としながらね、防御とか、なんかこう、くるくる結構回せる系のカードを、2マナ駅にふんだんに積んでますと。まあ、こいつは出た時防御できるんで、ハンドにこの辺があったら落として、ドローしたいなというところです。で、紙使えばまあ単純にドローですね。で、刺激も、まあ、普通にその2マナタップで、土地カードタップ状態で戦場に、まあ、相手のエンドフェーズとかでね、出した上で、墓地に、それ以外のやつは墓地に行くんで、まあ、そこに、この辺が、入ってくると嬉しいかって。まあ、こっちちょっと落ちちゃうと困るんですけど、リアニのための操作リが落ちると困るんですけど、まあまあ、そういうチャンスも作っていけたらなと思ってます。で、重装のシャーマン。これも1マナタップでクリーチャーカード捨てて、ライブラリからクリーチャーカード探して手札に加えることができますと。まあ、なんで、グラーツがハンドに入っているときは、グラーツ捨てて、まあ、適当になんかこの辺のクリーチャーを引っ張ってこようかなというところでございます。まあ、なので、ぐるぐるまあ回しながら、リアにもできたらな、ワンチャン対周放棄で出せたらな、みたいな。まあまあ、そんな感じでございます。まあなんか横並び要素そんなないんですけど、まあまあ、対周放棄、一発ボン出たらね、ジャンプしながら、対周放棄狙いながらみたいな感じには必然的になるかなと思って、なのでちょっとダリアンも入れてますという感じですね。あと、エーガンジョの修正。まあまあ、これも2マナのやつとかも、リアにできるんで、はい、ちょうどいいかなって感じです。なので、ちょっと相手の、パーメントに触ったりとかっていうのも全無視して、もうとりあえずグラーツなんとか出したいっていうのに全振りしてるっていう感じになってます。はい。まあ、結構適当ですけど、まあ、そんな感じで、ちょっとグラーツ使ってみたらどうなるかっていうところの実験も含めて、まあ、やっていきたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。いいでしょう。ちょっと頑張って引いてください。よろしくお願いします。めっちゃ入ってくんな。捨ててやつが。苦難の影。苦難の影。これ3ターン目ちょっと狼出てくる可能性あるから一旦こっち出すか。なるほど。だからワンチャン捨てて土地伸びればまあまあって感じか。なるほど、捨てろと。どっちから捨てようか。グラースから捨てるか。はい、捨てる手間が省けたぜ。言っておこう。これはすげえ。いやー引かんの。土地引いてくれー。ナイス。まあ、タップインでもやるわ。
さあ、ちょっと墓地対策される前にリアにしたいマンですね、完全に。でも次も防御するから、あ、土地引いてねえな、これ。次防御できるから、この回復者は門として捨てるから、で、1体減らしとくか。まあ、切り崩しあるか。いや、まあこれが進化するか、さすがに。はい、まあそりゃそうでしょうと。ナイストチア、ナイストチア、それはだいぶナイスちゃうか。うん、まあ一旦どうしようか、ライフゲイン出しとくか。いや、刺激でいいな、これ。まず出して土地ならバンバン剤すで、こっちを出して、はい、次土地引ければワンチャン。竜尊シャーマンもういらねえか。はい、さあ殴れないだろう、それだと。もう土地詰まってるうちにもうやっちゃうぜ。もう、まあでもこれなくても、まあ次最悪刺激で土地出せると思われるから。うん、そうだよね、2マナタップだよね、これ。こっちだけ出しとく。はい、はい、さあ土地本当に引かねえな。ちょっとさすがにそうするとなんか爆発しちゃいそうだから引いてほしいんだけど、そろそろ。ちょくれ、まあこっちか。はい、で殴ってこないからで刺激で、はい、でこっち出してよいしょってやって、さあ目に物見せてやろう。とりあえずこっちだろう。ほら行け。ちょっと申し訳ない、すいません、それはすいません。まあ2枚はちょっとさすがに無理ね。はい、まあいいでしょう、キープ。よろしくお願いします。とりあえずワンドロー、大衆放棄、大衆放棄。とりあえずパンチかな。よいしょ。お、呪文貫きとかある、さすがにない。おい、噛みつく相棒はもうむしろ死んでほしいという状態ですね。で、これ捨てて、タップ状態で戦場に出して、ダリアン出して殴ろうか。ミスターと白土地出しすぎて、まあいい。ダリアンを除去っていく。微妙にこれ切り崩しでやれるっていうのがダリアンの弱いところですね。この無駄な自分作り。さあ4マナですが、構えるんでしょうか、なんか出てくるんでしょうか。構えました、ね、
さすがに打ち消すかな。まあでも唱えていきましょう。またと平地出しちゃった。まあいいや。あ、置けるんだ。破壊されるのかな。ジャーッと。なんか出てきた。なんか来たぞ。対象機残ってほしいな、これ。全除去かな。あ、記憶の反乱。なるほど。全除去されそうだな。すごいら、すごい除去いっぱいあるじゃん。お、単体除去しかない。クリーチャーあんのかな。すごいことになってきた。さすがに打ち消しある？ない。こっちグラーツ置けたから、うん、グラーツグラーツ、まあ報復将来でいいんじゃない、これ。いや、グラーツにしとくか。なんか除去エンチャント破壊されたら嫌だし、グラーツにしとこうか。で、これ6体出るから、6体出ない、トータル6体だから、次全力なけりゃまあいけるでしょうというとこですね。国別が最悪ありそうだな。国別やっぱこう対象機2枚出ると戦意喪失するんだな、みんな。うーん、まあいいでしょう、キープ。一応グラーツは捨てれるんで、ジュースのシャーマンで。緑1マナ、ああ。あ、そっち。そっちですか。狼少年の方ですか。ジュースのシャーマン普通に2-2だから、まあ悪くないよ、スタッツ的に。どうやったら簡単になるんだっけ。4以上の呪文唱えたか。はいはい、まあ、全部ジャンプしてよさそうだな、ワンちゃん。まあ一旦見送るか、一旦見送るか。ミドタンっすね。ちょっとニッサーが出てくる前になんとかだし、なんとかしたいな。なるほど。こうしてこうして、で、重曹のシャーマンチャンプしながらグラス捨ててみたいなノリか。できしない。並んでいく。あ、で、これでクリーチャー出てきたらあれだもん。タイガーサーチしてくるのがこの場合はなんか普通にドローでいい気するな。クリーチャーあんま大したやつ入れてないから、ラフィーンにするか。捨てるのないからこっちしようか。持ってくるやつ頼りなっていう。ああ、ナイス引きや。それはナイス引きやね。はい、ちょうど打てるで。巨大戦車 100% 殴んないといけないから
先耐震放棄にする。でもあのクズ鉄出てこなかったらもうどうしようか。悩むなこれ。あいやいや、向こうはこれ全スルーだな。これ全スルー。耐震放棄からやるか。さすがにブロック要員ちょっといないとこれ心配だわ。でも次ニッサ出てくんのか。でもニッサ出てこようが何出てこようが結果エンチャントアーチアクターは除けられやすいから、先報復書だから行くか。いや対象機から行こう。やっぱり組み込まれる最終放棄からの、これは対象機から対象機でいいんじゃない。対象機から対象機で、じゃあチャンパー出しといて、ブロックしてくる。ターンエンド、ターンエンドか。何やそれ。じゃあやるか。いけー、お前の力見してみ。すごい貫禄。おら急にスタッツ53で全員絶対殴ってくださいマンだからな。これさすがにブロックで、ニッサ出てきて除去るかな、グラツを。ニッサ出てくるか。まあでもニッサ出てきてもだからね、ニッサ自体はやれるから次のターンで。ああそういう感じ、なるほど。いいんですかそんなんで。いや最後の試合でやっと決まりましたね、なんかやりたかった部分。まあどうなんでしょうね。まああのリアニ自体はまあしやすいかなと思います。まあまあ、これじゃなくても、あの、なんだっけ、なんとかの修復で、持ってくることも、アーティファクトだから持ってくることもできるし、で、まあもちろん、白弾とかだったら、白ベースだったら、ホーク将来とか、でも、持ってこれるし、いいかなと思いますが、まあ出ても結構、実は割られやすかったりするから、なかなか、このなんか、戦闘のコンバットフェーズで、これ、オラーって調子よく殴って、これアーティファクトだから、はい、除去みたいな感じになったら、この辺のやつが もう全部1、1とかになるんで、そういう意味じゃちょっと、だいぶ、危ねえなっていう感じはしますね。はい。まあ、こいつもなんか速攻とかで殴れて、まあ、なおかつ、こう、呪言とかね、噛まれるんだったら、まあ、いいと思うんですけど、でもなんか一番最速で出そうと思ったら、そんな余裕なかなかないと思うんで、まあ、そういう意味でも、若干やっぱまだ今の環境上使いづらいかなという感は否めですね。錯覚とかあったらもう終わりだからね、これ。はい。で、まあこういう置き方だとちょっと隙が多いかなという気は使っててしましたかな。はい。という感じでございます。まあまあこういうちょっと気持ちいい盤面をね、作りたいという目的だったらこういうので遊ぶのもまあありかなと思います。あんまいないんで多分急に出てきたらびっくりすると思うんで結構。はい。そんな感じでしょうか。はい。まあ、今日はそんな感じで、セレズニアの、グラーツ中心の、まあ、横並びという感じでございました。また次回の動画でお会いできればと思います。さようなら。越えていけばいい。どんなハードルが僕の行く手を塞いでいたとしても。